おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。金曜日やっと金曜日でした。今週最後のお弁当ね、器にラップを敷いて、そしたらさ、ハムを2枚ね、ポンポンって、で、卵を割り入れて、でさ、破裂しないように黄身で爪楊枝で黄身に5、6箇所穴を焦がしたら、軽く塩コショウピャーっとして、ハムをかぶせて、ふんわりラップをして、500ワットで1分40秒レンチンね。そしたらさ、人参を細切りにするよ。今日から3日間お弁当作りは休み、来週の月曜日まで。で、これ冷凍ほうれん草ね。で、さっき切ってた人参を上にドカンと乗っけてさ、これはね、600ワットで1分半レンチンね。そしたら水気を取って、分量これね、もうね、今日はね、レンチンで2品作った。楽をしたんだ。で、全体をあえて、これでね、ほうれん草のごま和えができた。かまぼこは1センチ幅ぐらいに切って、ピンクのところをさ、薄くこう、そぐっていうの、途中までね。そしたら、ここのピロピロのところの真ん中に切り込みを入れて、で、切り込みの中にくるりんぱをする。で、私はね、ピックで留めてる。このままでもいいしね、パスタ麺で留めても食べる頃には柔らかくなってる。で、ウインナーに切り込みね。で、豚こまとんかつの分量これね。もう今日はパックのまんま。いいのよね。で、そしたらさ、これを粉気がなくなるまで、しっかり揉み込むよ。でさ、一口大に形を整える。ちょっとね、私の一口大はでっかめだけど、まあ歯が生えてるからさ、歯で噛み切ればいいから、ちっちゃなことは気にしない。でさ、薄めにこう平たくね、整えてた方がさ、日の入りも早いからさ、朝はね、少しでも早くしたいじゃない。だから薄めにしとくね。で、バッター液の分量これね、なんかね、今日はね、雨みたい。雨でもね、そんなに降ってないんだよな。昨日もなんかお昼過ぎにさ、チロチロ降ってたみたい。私は気づかなかったけど。ウェザーニュースの通知がさ、来てた。雨がちょっとパラつきますよ、つって。気づかなかったわ。で、これ衣漬けね。で、この豚こまとんかつも私久しぶりに作ったんじゃないかな、おそらく。これもさ、細切れで作るからさ、ロースで作るよりも柔らかくてね、うまいね、ジューシーで。で、油を熱して、これはさ、もうただね、あれ、ニューバーガーとウインナーを焼くだけ。でさ、今日は卵も副菜もさ、レンチンしたからね、
もうこれが焼けたらあとはねとんかつを揚げるだけほんで一気に揚げたかったからこのねフライパンでやった。でねこのとんかつはさ180度で片面1分半から2分揚げてる。そしたら裏返してあと1分半から2分ね。でもこれでさカラッと揚がってうまそう豚こまとんかつもできた。で詰めるよ。ご飯は段差をつけてる。でリーフレタスじゃなくてこれなんだ、まあいいや、レタスです切ってその上にさ段差の部分にこのとんかつをさちょっと重なるようにどんどんどんって並べて詰める。そしたらねレンチンハムエッグは断面が見えるように詰めるよ。でカップを敷いてここにねほうれん草のごま和え。でこの辺でさおやおやあとまだ入れるもんあるのに入らないぞって思ったからとんかつを1枚撤去そしてニューバーガーね。で隙間のところにねじりかまぼこ、で、ウインナーね。で、ミニトマト乗っけて、そしたらさ、とんかつソースをピャーっとかける。でね、このソースのところにごまをちょろりーっとしたら、ちょっと見栄えが良くなるかなと思っている。で今日のふりかけは花芽って言えなかった花ちりめんふりかけで、これで今日のお弁当の出来上がり。今週最後はね豚こまとんかつとかのお弁当でした。材料と分量これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは良い一日を。